ったらあやちゃんなんかさ性病だよ。性病。はい、ぽい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 。おはこんばんちー、あやまんジャパンです。はい、ぽい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 。今日はですね、久々の斉藤さん。はい、でも、今日はね、いつもとちょっと趣旨が違います。斉藤さんにドッキリを仕掛けたいと思います。逆にこっちがね、逆にボケボケでばっかりだから。さんにかけて話す途中に喧嘩をしだすと、その喧嘩を聞いてる斉藤さん側はどう反応するのか、仲裁止めてくれたりするのか、もう無視なのか、切られるのかとか、まあいろいろちょっとうちらがガチで女子の喧嘩を繰り広げますので、はい、じゃあ早速かけてみたいと思います。もしもし、聞こえる？聞こえます。お、名前なんていうの？りょうじです。りょうじ？今ね、私女友達と二人でいるんだ。はぁ、あ、はぁ、あ、やっほー、イエーイ。女子会してたもん。俺混ざっていいの？あぁ、やったー、混ざろう混ざろう、ね、りょうちゃんはさ、芸能人で誰に似てるって言われる？最近の芸能人って全く見ないから分かんない、私は広瀬涼子に似てるって言われるんだよね。あ、はいはい、古い？でも可愛くない？いいじゃない。あ、嬉しい。え、待って待って、りょうちゃん待って待って、その私の隣にいるわーちゃんね、全然透明感とかないよ。あ？あ、真っ黒。そう。え、そんなこと言わないでよ。いやいや、マジあのね、広末涼子より全然太ってる。え、そう？なんでそういうこと言うの？斉藤さんの前で。太った広末涼子が腹黒くなったみたいな。いいな！やめてよ。え、だって本当のことを教えてあげた方がよかった。うるさい！ねえ、だってブスと喋っても楽しくないでしょ。やめてよ。もう超気分悪くなった。最悪。だって本当のこと言ってあげた方が涼子もダメじゃん。もう、マジで、もう、超めちゃめちゃ。りょうちゃんだってさ、嘘ついてさ、広末涼子とかさ言われても困るよね。本当のこと言ってほしいよね。ちなみにね、私ね、あやって言うんだけど、私はダッチューノに似てるって言われる。ダッチューノって何？どう古くない？はぁ、ダッチューノ知らないの？流行語大賞なんですけど。おめぇ、ババアじゃねえかよ。ババアじゃねえし、流行語は流行語だし。いつの流行だよ、言うてみー。いや、いいじゃん、撮ってんだから。私、ダッチューノに似てんだから。ねえ、どう？りょうちゃん、ダッチューノと広末涼子、どっちがいい？いや、どちらでも、いや、マジで、りょうちゃん、どっちでもとかないから。いや、マジ、太った。やめて。真っ黒の広末涼子とマジでダッチューノ。うるせえわ、やめれ。は？バカじゃねえし。あ、バカだろ。いやいやいや、別にもうすぐ40なだけだし。うわ、やばっ。は？もう実年齢言っちゃったし。いや、だって別に40に見えないんだからいいじゃん。うわ、は？なんで40が斉藤さんやってんの？いいじゃん、別に。りょうちゃんと喋りたかったんだから。怖いんだけど。怖くない？りょうちゃん。は？りょうちゃん、はい、二人っきりになれたね。そっちは殺されたのか。じゃあ、また喋ろうね。もう嫌です。さようなら。え？ほらほら、私と山田が喧嘩した結果、はい、殺された。ガチ喧嘩ストア、あやまんとたまご。もしもし。もしもし。何やってたの？今、ご飯食べてた。友達といるの。あ、そう、今2人。イエーイ。こっちは、あやとたまご。たまご？そう、のび太くんのお母さんと一緒だよ。マジか。そうだよ。なんて呼んだらいい？のび太？のび太？のび太くん？のび太くんでいい。じゃあ、のびちゃん。のびちゃん。じゃあ、のび太くんは、彼女いますか？いやだ、知ってません。おー。いいねー。ねー、私たちも彼氏なんだよね。ね、欲しい。ほんと？マジで、たまこは、できない。なんで、そんなこと
ことないですよ。いや、あのね、タマコはね、男運の悪いし、手とか足とか洗わないの。え？超不潔でしょ？だから、彼氏なんてできるわけないの。マジで足とか超臭いんだよ。いや、それはただ臭いだけでしょ。そうだよ、洗えば全然臭くないし。そんなこと言ったら、あやちゃんなんかさ、性病だよ。性病？性病持ってんだよ。だっていつも写されてるもん、いろんな人に。いや待って、のび太くん。いやだからそういうのに感染しやすいの、デリケートだから。いや、タマコはマジで手も洗わないし、足も洗わないし、その菌に強いから。いやいや、なんかもう菌まみれだから。いやマジ、タマコマジ臭いから。いやいや、臭くね。いや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 、てか今臭いから。いやいや、マジで今は臭くないから。いや、臭っ、マジ臭っ。いや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 、絶対蓋開けてみたら、足開いたらもう臭いから。いや、しかもただの性病じゃないからね。何？いや、何？マジ言わないで。バイって言わないで。バイって言わないって。ね、そんなのさ、知らない人に言わないで。いやいや、だって別に性病かかる方が悪いじゃん。いや、そんなこと言ったらさ、お前だってさ、こないださ、マレーシア人とラブホテル行ってさ、喧嘩してさ、ラブホのさ、鏡にさ、頭を打ちつけられてさ、鏡割ってさ、頭から血流したじゃん。いや、そんなこといないよ。ね、いいよ、そんな話はさ、今すんなよ。喧嘩しなくても。いや、じゃあお前はさ、その足の匂い直しにさ、病院行けよ。まあ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 。え、じゃあのび太はさ、何だと思ってんの？今はないよ。じゃあ昔何あった？いや、おめえもやりすぎじゃねえかよ。おい、やりすぎ。どこに移されてんだよ。風俗か？いや、風俗じゃないよ。え、彼女？普通に遊んでたもんな。なんでやりちんじゃねえかよ、のび太。じゃあさ、お互いさ、病気には気をつけよう。そうだね。だから、タマコもちゃんと手と足を洗った方がいいよ。気をつける。でも、ありがとう。じゃあね。なにこれ、なにこれ、仲直りしてんじゃん。何してんの。はい、山が喧嘩をすると、はい、仲良くするサイト仲裁してくれた。そうだね。はい、もしもーし、もしもし。あー、出た。そう、今友達と二人でいるの。え、どんな子がタイプ？どんな子？エロい子。え、エロいか？エロいか？おっぱいが出てきた。あー、出た。私おっぱいでっかいよ。え、見たい。でも待って、私の方がおっぱいでっかいよ。は？見て。無理だよ。いや、だっておっぱいブツブツじゃん。そんなこと、マジそんなこと言わないで、超恥ずかしいんだけど。いや、だって本当にちょっとおでかいかもしれないけど、なんか汚いよ。なんでそういうこと、信じらんないんだけど。ちょっと待って、でも、タマコ、乳首超黒いんだよ。いや、そんなことはないよ。乳首黒くないよ。汚いおっぱいとさ、乳首が黒いのだったらどっちがいい？どんなもんかわかんない、見せてよ。汚くない。すごいもん汚い。ザラザラ。ザラザラ。うるさい。ザラザラ。乳輪ちょっとでかいじゃん。でかくないよ。やばい、もう乳輪しかないもん。そんなことないよ。乳輪めっちゃ黒い。そんなことはないよ。別におっぱいだって大して大きくないんだから。マジやめて、そういうこと言わないで。じゃあ何カップ？そんなこと言わないよ。なんでよ。じゃあ言いなよ、お前は。いや、私は1カップだよ。ねえ、H カップの方が良くない？ H カップいいね。嘘だよ、嘘嘘。ちょっと乳首が黒いだけで。嘘、めちゃめちゃちっちゃって、もう乳輪しかないんだから。そんなわけない、そっくりだから。黙れ、黙れ。おい、ふざけんなよ。あ、おっぱい殴られた、痛いよ。おい、おっぱい殴られた。おい、病院、救急車呼んで、救急車。いや、119呼んで、119呼んで。俺に言ってみろ。そう、早く。ポイポイポピー。次回も見てね。